はい、こんにちは。パーソナリティのです。ウェブラボ、ネット集客は自分でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティと、ネットサーフィン大好きなアシスタント2人が、小さな会社、小さなお店に役立つウェブマーケティングのことを、わかりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、よろしくお願いします。はい、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。以前ちょっと前回かな、山下達郎さんのコンサートだった話したんだけども、はいはい、であれでね、ここ面白いなっていうところがあったので、それ紹介したいなと思ってね、はい、あ、ぜひぜひ、うんうん、で山下達郎さん、ちょっとコンサートの時70歳迎えて、まだいい年ね、この年でもすごいいい声出したし、はい、サウンドもすごい良かったっていうのもあるんだけども、はい、実はね、世代が僕みたいに50代60代の人がメイン客層なんだけども、はい、20代とか、はい、30代の若い人たちが、はい、実は何パーセントいたかな、手を挙げてね、いろいろやってたんだけども、あ、会場でじゃあ会場 で、うん、で結構な数いるっていうことと、で彼もねツアー組んでたので、沖縄がファイナルだったんだけども、日本全国もね回って、ね、回って、でそこでもやっぱり聞いてたら、はい、20代30代増えてるということで、うんうん、でその世代が増えてるっていうのがあって、はい、嬉しいなっていう話をしつつ、はい、で彼がまあやっぱり営業もするので、はい、入り口の方に CD とか、はい、売ってますんでとかって言いながら、驚いたのが、アナログレコードはねまだいい、アナログレコードもありますっていうことで、普通ね、はい、うん、ジャケ買いとかね、僕がやってたアナログのレコードプラス、すごい、テープ、テープ、テープテープも売ってて、これが売れるっていうことで、テープもありますよっていうことで、買う方が結構いるみたいな。佐藤さん、テープで使ったことある？あ、でもちっちゃい頃は、うんうん、テープ使ってました、うん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 、カセットテープ、カセットテープ、ね、これで回して再生、巻き戻し、うん、巻き戻ししたりね、やってますね、うん、進んだりとね、はい、うん、で車でもね、昔あったんだけども、そうそうそう、うん、それが今流行ってるって持ってる方いるんです、今って。だって CD、うん、あったじゃないですか、 CD プレイヤーとかもあったけど、うんうん、あれもあんま見なくなって、ね、CD プレイヤーもね、はい、なくなってるけど、そのテープを付くカセットデッキ付きのも多分買う人が増えてるんじゃないのかな、はい、すごい、そこも周りにもあって、うん、そう、それ聞いてでもびっくりしました。カセットやっぱ安いんですかね、カセットだからね、 CD とかよりも CD もめちゃくちゃ高くはないんじゃないのかな、うん、でもね、メーカーとしたら生産するったらやっぱりコストかかるんで、はい、高く売らないと元取れないと思うけどもね、え、うん、カセットも、うん、ね、そうですよね、今普及してないみたいな、うん、テープもね、ないじゃない、ないですね、へーと思った、面白い、めっちゃ驚いた、あれちょっと、ね、見るのも久々の方多いんじゃないでしょうか、ね、うん、手に取ったりとかするのか、うん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 、まあそういったことをね、ちょっと体験して、今日はね、いろいろ音楽のことも話したいなと思って。ああ、なるほど、なるほど。そっか、ね、音楽といえばね、うん、今日の一曲になりますが。そうですね。うん、で今日の一曲、あ、今日かける選曲した曲は、はい、ね、アハのね、Take on Me。Take on Me。うん、Take on Me は、ね、僕は確か中学校ぐらいだったと思うけども、はい、この曲も、オープニングのね、シンサイダーの、うん、チャララララチャチャチャって、いい、すごい何かな、耳に残るようなイントロなんだけども、はいはいはい、うん、これ以上に僕がすごい驚いたのは、当時ね、はい、MTV っていうなんかミュージック番組のプロモーションビデオがあったんだけども、プロモーションビデオをいろいろ紹介する番組、はい、ここのアハーノが、実写と、あとアニメーション、女性がね、うん、女性がね、こうアニメで、はい、でそれが重なり合ってプロモーションビデオを作ってたので、はい、すごい、これがもうめちゃくちゃ当時はなんていうのかな、あ、驚きというかサプライズというか、新しい感じだったね、新しい、うん、へ、もうそのイメージがめちゃくちゃ強くて、僕たちもよく見てた、うん、友達も一緒に、うん、じゃあもうちょっと革命的というか、はい、その曲をちょっと、はい、紹介したいと思います。はい、じゃあ本日は流したいと思います。ってこの 絵を、うん、まあ、いろいろ写してる動画じゃなくてこの絵なんですね、うん、そうそう、あ、でも、あ、出てきた女性が、多分女性も彼も絵になるのかな、あ、彼も多分アニメになったりするのかな、へえ、なんか、あ、これですかね、うん、こんな感じ、あ、そうそうそう、これからね、うん、あ、かわいいですね、うん、
今見ても面白いなと思った。今日来る前見たんだけども、パッと、あ、本当はところどころ、あ、聞いたことある、この絵がなんか浮き出てくるみたいなありますね、すごい、まあ、すごい技術ではないけど、うん、でもこの頃はこういうのなかったってことですよね。この絵、なんだろう、二次元と三次元がなんか合体するみたいな、うん、そうそうね、がしかもこういった音楽のプロモーションビデオで、おー、うん、なんかアイディアってこんなもんかなと思う。なんかありそうでなかったもの。そうですね、うん、なんかシンセサイザーって結構昔は使われてるじゃないですか、うん、よく使ってた。今うちの番組でやってるシンセサイザーや、うん、まあ、シンセサイザーだけじゃないんですけど、うんうん、なんかいろんな CM 曲とか作ってる方が番組やってて、うんうん、その人結構沖縄の CM、うんうん、ソングとかをすごいね、なんか菊川さんっていう方がいるんですけど、その人もシンセサイザーでよくイベントに出てるんですよ、うん、なんかあんまりいる人やる人がいないんですって、シンセサイザー自体できる人とかが、うんうん、だから結構シンセサイザーで呼ばれるところがあるらしくて、ね、確かに佐藤さんもあれピアノとかシンセも弾けるの一応。いやでも全然、うん、吹奏やってたんですけど、うん、全然触ったことシンセサイザーとかあんまり、ね、やらないからなんだみたいな。結構ねやっぱり名前は聞くけど、うん、あの頃やっぱりシンセサイザー多かった、うん、ですよね、曲が、はい、アハーのテイクオンミーでした。 PV プロモーションビデオね、面白かったでしょ。いや面白いですね本当に。なんかあの、うん、なんて言うんだろう、今の技術は結構、ね、もっとすごいけど、うん、この頃に見るこの PV はなんか面白かったです、うんうん、このアダルコ感とね、そうストーリーがすごい面白くて、うん、ぜひ皆さん見てみてください。はい、ありがとうございました。さてさて、じゃ本日のテーマは、うん、はい、うん、今日のテーマはあのセミナーの、はい、活用方法について、うん、ちょっと紹介したいなと思います。セミナー自体受けること多いですか、うん、ね、最近多いんじゃない、あのなんかオンラインとかで受けない、佐藤さんなんか。でも私もそのあ最近受けたのがその動画、うんうん、あ動画、動画編集のに興味があって、いいね、あのスクールの手前のセミナー、うん、なんかあの動画編集するためには、うん、なんか説明会とか勉強会みたいな、そうそうそう、でも結構2時間ぐらいのセミナーだったんですよ、うんうん、それが2回あって、うんうん、まあ、そのノウハウが結構メインだったんですけど、うんうん、おー、いいね、初めてかな、うん、ちゃんと受けるの、あしっかり、はい、2時間かけの2日間、その2時間で1日やって、うんうん、またちょっと1週間ぐらい空けてもう一回やって、うん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 、であとはじゃあその先はスクールに入ってやりますか、うん、やらないですか、うんうん、みたいな、はいはい、そうだよね、まあ、有料でね、また講座あるんで、そうそうそう、無料のセミナーみたいな感じでしたね、うん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 、なるほどね、こういったセミナーはね、はい、もう特にコロナ禍になってもう人に対面がもう本当にシャットダウンされて、はい、ダメですってなった時に Zoom でどんどんセミナーがオンラインが当たり前になってて、まあ、その影響もあってもう今でもね、はい、オンラインも、まあ、リアルもね戻ってきてるのもあるんだけども、そうですね、うん、で僕もセミナー講師もやってるし、はい、まあまあ、セミナーの講師側もあるし、まあ、もちろん受けるのもやってるので、はいはい、ただね、
そのセミナー受けてる人たちのちょっと話で、うん、あの前のね、あの収録でもちょっと話したけども、はい、うん、このお客さんのね、まあ、リサーチとかインタビューとかしたら、うん、意外とこのセミナーもね、なんていうかな、活用方法っていうのをなんか知ってない人がいたので、はい、これも受け手側が、はい、セミナーを受ける時 の, あのこういう段取りでやったら、うん、あのセミナーがビジネスに生かせるよっていうコツがあるんだけども、うん、あの僕はね、先輩とか、はい、まあ、いろんな方から、先輩経営者とかからな教えてもらったりとか、あ、なるほど、うん、してたので、まあ、普通にやってたことが意外とでもないだったんで、うん、あ、みんな知られてないとか、知られてなかった、意外とね、うん、確かにセミナーってなんか結構受け身、うんうん、なので、私受ける側なので、そう、ね、受ける側ね、うん、そう、聞くとか勉強しに行くっていう感じではあるんですけど、うんうん、そのセミナーも、はい、今ね、よく本とかね、まあ、まあ、塾とかね、あいた書籍ね、まあ、Amazon でも本調べたら、はい、ビジネスも行ったら、多分インプットとかアウトプットっていう言葉たくさん聞きますね、結構多いよね、最近ね、はい、聞きます、まあ、インプットは、まあ、知識とか、まあ、情報を、はい、知るね、知る、まあ、これセミナーがまさにそうだよね、情報を知る、情報を仕入れてね、仕入れてね、はい、うん、自分の知らなかったこととかを専門家の人から聞いて、うん、教えてもらって、でしかも解説してくれる、うんうんうん、その情報をね、そのセミナーの講師が分かりやすく、はい、でかつ質問にも答えてくれる、はい、ということで、セミナーめちゃくちゃそういう意味ではね、はい、情報のインプットにはめちゃくちゃいいじゃないですか。そうですね、うんうん、まあ、それでいっぱい受けてると思うんだけども、はい、でアウトプット、うん、で佐藤さんはアウトプットったら、はい、なんかどんなイメージ、まあ、この今セミナーのお話だったので、セミナーで、うん、まあ、いろいろ教えていただいた知識を実践するとか、うんうんうん、あとは、まあ、まあ人に伝えるまではいかないかもしれないですけど、出す、とりあえず、なんか、あってらってらってイメージです、うんうんうん、まあ、実践するとかね、そう、まあ、行動するとか、やってみるとかね、はい、うん、まあ、それが本当にまあアウトプットなんですけども、はい、うん、で、まあ、アウトプット大事だよということで、はい、うん、まあ、まあ、それはね、よく聞かれてると思うんだけども、はい、でそのアウトプットの先が実はあって、へえ、うん、アウトプットの先がある、この2パターンだと思ってます、インプット、うん、アウトプット、うんうん、まあ、これだけでもいいんだけども、はい、実はね、もっとあの、なんていうかな、こうスパイラル風にこう、なんていうか上っていくっていうかね、スキルとか、まあ、ノウハウ、知識つけて、ノウハウを覚えて、はい、まあ、実践してということでやっていくと、どんどんね、あのスキルアップしていかないといけないじゃない、はい、どん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 、そのために必要なのが、実は3つ目があるんだけども、うん、佐藤さんはなんかイメージとしては何かと、インプットしました、実践してアウトプットしました、はい、アウトプットしました、うん、そしたら、うんうん、ってことは出したから、うん、その結果、うんうん、をいいところ、いいところ、うん、知るっていうか分かる、いや本当にいいところ言ってる、本当ですか、うん、本当に、で、その結果自体もいろんな結果があるじゃない、あ、うん、佐藤さんがやった、はいはいはい、聞いてやった結果もどんな結果があると思う、まあ、どんな結果、うん、もう、まあ、どんな結果だろう、結果自体も、まるまるだった結果もあるし、まるまるじゃなかった結果もあるし、あ、そうですね、いいも悪いもあるってことですよね、そう、うんうん、そこそこ、あ、そこ、うん、実はそこなんだよ、おお、うん、で、まあ、そこの、まあ、アプローチの仕方があるんだけども、はいはい、聞く、アウトプットした後に、はい、その結果が出るよね、はい、うん、はい、出ますね、で望む結果も出る場合もあるし、はい、でも大概がなんかやってみたら意外とちょっと違うみたいなね、あ、うん、できなかった結果もあるよね、確かに、うんうん、で、確かに、確かに、うん、でそういったことをモヤモヤしてたらなんかしばらく続けなくやったって、なんかやらなくなるとかってなるので、はい、うん、実はね、この3つ目、あ、実はね、今日は、ね、4つあるんだよ、あ、実は4つある。4つある。3つじゃなくてね。4つあって、はい、ね、インプットしてアウトプットして、はい、で3つ目何かっていうとね、はい、答え合わせね。あ、答え合わせ。添削とかね、言い方もあるけども、はい、うん、へ、よくね、あの、何か、よくね、テスト、あ、まあ、テストじゃないな、何かやったものに対して、あ、赤ペンでね、これこうだよ、はい、ああだよとか、教えたりするじゃない、うん、なんかね、はい、うん、丸つけたり、バツつけたり、はい、で線引いて、これはこれだよ、みたいな。うん、ああいったのも実はね、ビジネスの世界では普段実はやってるわけさ、あの、なんていうか、会社に入って、はい、佐藤さんもね、まあ、こちら入って、うん、で今ね、もうプロでもどんどんね、やってるんだけども、最初できないじゃない、はいはい、先輩が教えるよね、はい、教えます、横に座って、はい、あれが答え合わせ、答え合わせ、へ、うん、これを、特にね、最近多いのが一人起業家さんが、はい、まあ、横にね、あの、先輩もいない、後輩もいない、うん、同僚もいない一人起業家、うん、でインプットしました、セミナー、アウトプットしました、で
このやった結果が正しいのか正しくないのかが分かんない。それはそうじゃない、専門家じゃないし。そうですね。でただ自分の望んでた結果ではない、そうじゃなかったぐらいは分かるし、ただそれがね、はい、正しいのか正しくないのか、はい、専門家じゃないから分かんないから、もやもや、うん、でもなんかいい結果に、いい結果になってない感じはする、はい、なんか失敗してる感じもする、でもそれが何なのか分かんないってなるので、うんうんうん、それをね、最近はそのオンラインとか、まあ、僕ら専門家が、はい、まあ、そばに座ってみたいな、へー、並走してその答え合わせをしてるっていうことを、やってない人が意外と多いんで、そういったのをね、実はね、抜けてるっていうのがあるんですね、うんうん、特に一人起業家さんとかね、はい、一人で、あとはまあ自分の自己成長のためにセミナーとか受けて、はい、個人、会社っていうのも個人をもっと自分自身をこう成長させたいって言った時に、うん、このね、プロの方とか、よくできる人に添削、はい、もしくは答え合わせをしないで、はい、自分自己流でやっていくケースは、うん、実はねこの成長のスパイラルがもうめちゃくちゃ遠回りして遅いから。なるほど、うん、まあ、よくコーチングとかね、今 ね、コンサルとかね、あるんだけども、はい、ああいった形でやっぱりね、プロの手助け絶対必要だけ、もう早い方がいいですもんね、この成功する、うん、時間かかって成功するのと、うん、ね、どっちみちね、そう、早いですね、うん、でさっきね動画の話したじゃない、あの、ね、佐藤さん、ね、動画をこう編集とかを、はい、まあ、より良くしたい、はい、うん、まあ、YouTube インスタとかから発信する、うん、っていった時に一応セミナー聞いて、まあ、聞いた内容でも大体できたりはするんだけども、はい、やる、まあ、高額のものを受ける人全くないよ、はい、そうじゃなくて、うんうん、例えばそのできる人が隣にいたら、うんうん、もしね、こっちにいたら、はい、その人に聞いて、これっていいんですかってさ、できる人に聞いて教えてもらう、これが実は答え合わせであり、はい、検索することなんで、はい、それをやらずに自分の中で、ね、悶々とやる人たちがいるわけ、またネットで調べて自己流で時間かかります、かかる、うん、やっぱり、ね、うんうん、自己流、そう、うん、だからこの答え合わせをやっぱりセミナーを受けた後にね、セミナーを受けてこの答え合わせをせずにそのまま自己流でやると、実はねなかなかうまくいかない、大体がね途中で挫折してまた止まってしまって、はい、うんうんうん、うん、でまた同じことをまたセミナーを受けてっていうのを繰り返して、なるほど、当たってるかわからないから、うん、まあ、とりあえずなんかいろいろちょっとやってみてみたいな方も多いんでしょうね、うん、きっと、うんうんうん、本当は添削は何ていうかな、答え合わせしてたらこの1回のセミナーでうまくいくはずだったけど、はい、うん、自己流でやってるから止まったっていうことは、うん、セミナーを教えた講師の方と自分が合わなかったのかなとかね、あ、まあいろいろね原因をね、そういろいろ原因を自分の中でやってて、はい、また別の方を受けて、でまた、うん、なんかやったけど合わないなとか、まあ、やるのもね結構そんな簡単なことじゃないと思うので、うん、時間かかるじゃないですか、うんうん、その実践して結果出すまでも、うん、でそういった形でこうセミナーをねもう何回も何回も受けて上手くならない人たちが、はい、意外と多いようなことを聞いたんで、でもいると思う、いると思う、なんか私もその動画のセミナーを受けた時に、うん、やっぱりその前言ったら自己流でやろうか、うんうん、だってね、今ネットも普及して YouTube もね、うん、バンバンそういうセミナーの動画出してるからやろうか、うん、そのスクールとか、まあ、そのプロの方にそれこそ隣にいてもらう感じでやった方が、でもやっぱりそのセミナーでも断然添削してもらった方が早いって言ってました、うんうん、早い、うん、うん、もう全然違うし、うん、うん、うん、まあスピードも違うしね、うん、ただ自分に飲み込む、あ、入ってくる、またね、うん、情報も全然違ってくるんで、うん、やっぱりねこの答え合わせは、はい、うん、でやっぱり時間早いし、正しいやり方がもう身につくのが早い、スピード早い、うん、で結果もいい結果が出るということで、はいはいはい、どんどんいいこうね、スパイラルに、はい、一応入っていく、うん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 、っていうところが、なるほど、3つ目のこの制作、あ、確かに、うん、でも、ね、やっぱやる気があるからセミナー受けるじゃないですか、うんうん、やりたいと思って、うんうんうん、でやってみる、そうそう、で合ってるか分からないし続けてもいいか分からないし、うん、っていう途方にくれる人、うん、なんか想像が今できました、そうそう、なんか自分も想像できる、あ、なんか、うん、あ、ここで止まってるなとか、うんうん、なんかね、そういった方がね、と思って、まあ実社会では、はい、そういったことって普段通りやってはいるんだけども、はい、会社の中に入ると先輩が教えたりね、そうですね、うん、で公式で教えたりとか、はい、でいろいろ手取り足取り教えながら、まあ今 OJT っていう言葉も本当にそれに該当するんだけど、はい、オンジョブトレーニングで、うん、そばにいて一緒に教える、これがまさしく添削答え合わせなんで、あ、うん、そっか、それを一人でやるって考え、うん、確かにちょっと怖いですね、うん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 、まあこれがね、まあ3つ目、3つ目、うん、なんだけども、うん、
で、あとね、最後の4つ目なんだけども、はい、うん、インプットしました、学んで実践して、で実際に手取り足取り教える答え合わせをやって、はい、自分が、どんどん成長しました、はい、成長した、で次 何に行くか、成長しましたってことは、うん、でこの時はねちょっと難しいんだけど、多分これはね、はい、分かんない人多いし、はい、実践してるのもまあ多いかは分かんないけども、はい、でよくビジネスセミナーなんかで、シュハリって聞いたことある？シュハリ、シュハリ聞いたことないです、うん、聞いてもない、初めて聞きました、あ本当に、はい、シュハリ、シュハリのシュが、守る、あ漢字なんですね、漢字、守る、漢字3つなんだけども、はい、シュが守るね、はい、で守るが今のね、あのインプットアウトプット答え合わせのところなんだけども、はい、シュで、歯が破る、破る、おお、うん、うん、破る、石、はい、ね、石に皮書いて、シュ、はい、リが離れる、へなんだけども、うん、このね、シュハリの法則っていうかね、あの、はい、これはまあ武道とか、よくね、茶道とかね、日本古来の、武道関係とか、習い事関係やってるところは、うん、シュハリっていう言葉がよく使われてて、初めて聞きました、うん、このシュハリのね、はい、シュの方、はい、この歯のところ、うん、うん、基礎から学んだらもっと成長するためには、はい、ね、この習った師匠、まあ多分セミナーを受けてあるね、はい、YouTube のやり方を習うじゃない、はい、あれ専門家から、はい、でその人から習って成長するじゃない、で今度はまた別な形でその次のまたね、あの何ていうかな、セミナーなるまた次のステップに行くような講師、はい、講師かな、講師っていうか、うん、あの専門家見つけて、はい、その方から習って、またねこの習ったことに積み上げていく、うんうん、これをベースにね、はい、うん、っていうことをやっていくとどんどんね成長スパイラルがこう伸びていくっていうことで、このシュハリの法則ってね、実は、まあ、法則っていうよりも法則ではないな、まあ、シュハリっていうもう何て言うかな、決まり事みたいなのがあるので、はい、うん、これをねどんどんやっていきましょうっていうのがあの4番目で言われてることなんだけども、あるね、コンサルタントが言ってて、うん、まあでも多分知ら、うん、多分4つ目なので知らない方多いかもしれないんだけども、うん、でも必要なことですね、その先に行くっていうのは、うん、やっぱりそのね学んで、うん、いつまでもついてもらうわけにはいかないし、ね、同じことをやってもやっぱり成長のスパイラルは伸びていかないので、うん、またね自分でまた次のステージに上がるために必要な人を見つけて、はい、その人にまた教えを請いながら、自分にはベースがあるけども、はい、そのベースに乗っかってまた新しい知識を入れて破って、うん、っていうね、うん、確かに言われたら納得ですね、うん、この4つ必要なのが、そう、うん、まあでも大体ね、あのインプットアウトプットで、あと答え合わせのところを、はい、うん、ちょっとやってない人多いので、うんうん、この3つ押さえとけば、まあ、うん、セミナーのね、はい、方を活かせるかなと思って、あ、ね、せっかくね時間割いて受けるわけですからね、うん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 、必要だ、うん、答え合わせぜひ、なるほど、そっか、結構ね答え合わせで聞いた、あ、なるほどって思うんですけど、うん、やっぱり実践できないとか、うん、誰に頼ったらいいかわからないとか、うん、ありそうですよね、うん、だから誰から習うっていうのがめちゃくちゃ最初の大事な選定になってくる、うん、だから、このセミナーを受ける人を、はい、選んで、うんうんうん、誰がいいかなっていうのを佐藤さんいろいろ、はい、きちんとね、うん、自分に合いそうな価値観もあってて合いそうな人を選ぶのはめちゃくちゃ大事だと思う、はい、うん、だってね、添削ね、まあ、答え合わせを教えやってもらう可能性もあるじゃない、そうですよね、うんうんうん、まあ、別の方のお願いするかもしれないけども、おお、なるほど、うん、そっか、でも 早いに、ね、越したことはないですから、ね、うん、まあ、あとね予算とかもあるので、めちゃくちゃ高いねもうセミナーだったらもう受けようがないじゃない、ね、予算足りなかったら、はいはいはい、自分の小遣いで、ね、払えないね、うんうん、すごいいい人でもこれはやっぱり選定がすごい大事、自分に、うん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 、自分で出せる投資できる価格帯をやってる人を見つけて、はい、自分に合ってる、あ、方を見つけるかっていうのは難しいけども、やらないと成長できないんで、そうですね、時間かかっちゃうってことですよね、うん、いつまでも、うん、へえ、うん、すごい、なんか今日はいいこと聞きました、はい、ぜひやってくださいね、このアウトプットねしなきゃっていうのはずっと思ってたんですけど、うん、なかなかその先が、うん、まあ、結果も、うん、素人ね、セミナーを受けるってことはあまり知識がないわけだから、うんうんうん、なかなかどうやって改善したら行ったらいいのかなみたいな人多そうですからね、うんうん、聞いてる人も、うん、ぜひ皆さんね、うん、あの答え合わせそうやってください、はい、せっかくねセミナー行ったんであれば ねそうですよね、うんうん、いいですね、あ、なるほど、うん、セミナー行くことだけでちょっと満足しちゃったっていうのもあるので、うん、もったいないもんね、うん、もったいないです、うん、ちょっと気をつけます、はい、はい、いいこと聞きました、はい、ぜひね佐藤さんも勉強ね、はい、やってると思うんで、はい、ぜひ、ね、活かしていきたいと思います、うん、ください、はい、
そろそろお時間が迫ってまいりました。いましたか。うん、じゃあ今日はね、まあ、セミナーの活用ちょっと一つワンポイントというか、はい、アドバイスしましたんで、ぜひ活かして、ね、熱集客頑張ってください。今日お会いしましたのは、はい、オービックの稲見と FM ギナーの佐藤真奈でお送りしました。はい、ではまた来週。また来週。